ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。さあ2020の成績を各種データから先生が振り返ってまいります。えつじむシリーズでございます。今回はジュビロ岩田編でございます。パチ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 よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、うん、さあジュビロでございますけれどもね先生。はい、うん、まあ、2020シーズンはね、はい、途中で監督のね、交代なんかもありましたが、うんうん、最終的には6位というところで、まあ、フィニッシュしましたよというチームでございますと。そんなチームがね、まあ、途中で本当、フォーメーションだったりもいろいろ変わったら、あとは、遠藤のやっとさんなんかも入ってきて途中で。はい、そうでしょう。大きな話題を呼びましたね。ねえ、うん、一体どんな感じのデータ残ったのかも含めて、いろいろ見ていきたいなと思っております。はい、わかりました。それではまず最初、こちらでございます。ドン出ました。はい。はい。うん、チーム MVP は大森選手でございます。はい、4ゴール7アシストなんて数値もそうですが、はい、いろいろね、こう激変があったこうチームの中でやっぱり史上41試合でほとんどに出られたというところが大きかったなと思いますね。鉄人がありましたね。ええ、うん。そして U23 選手の MVP としては伊藤洋輝選手かなと思っております。はい。はい、複数どころじゃないポジションでの出場でしたからね。はいはいはい。まあ、結果ディフェンス王にも彼は名を連ねておりますが、うん。うん、実はね、伊藤洋輝選手、もともとやっぱ年代別代表では名の知れた存在でもありましたけど、はいはいはい、この2020シーズンがプロとして3年目のシーズンだったんですけど、はい、過去2年間って、3試合だったんですよ、出場。へ、え、ぇ、ー、そうだったんですか、ね。それがほぼほぼフル1年間通して出てたって感じだったんで、はいはいはい、すごいのが、3バックのね、うん、真ん中とか左ストッパー、で、4バックの一角、うん、左サイドバック、左ウィングバック、はい、ボランチ。はいはいはい。何個出とんねん。そうですね。もう、ほんと、縦横無尽に。もう、彼がいなかったらって感じでしたから、すごかったなってことが、ほんと、脚光を浴びたような一年だったのかなと思っております。なるほど、なるほど。うん、そして、ボール出しは山本選手でございました。はい。今年、ジュビロ途中から、やっぱりね、うん、中盤コンパクトにこう、プレスをかけていくっていうシーンが、後半特に目立っていたんですが、はい、やっぱ、やっとさん加入後、うん。笑顔増えたなと。ああ、スマイルが。うん、試合してて、はい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 、多分ちょっと前だともうちょい多分役割が多かったとか可能性があって、あ、その山本さんのね、そうだから最近で言ったら我々シントトロイデンの鈴木優馬選手の動画出させていただいてるんですけど、はいはいはい、なるほど、前後しちゃってるかもしれないけどね、うんうん、その動画でもその鈴木優馬がなんで最近この後半戦得点してるのかってことを話した時に、はい、やっぱね、その役割を他の人にこう、仕事を渡せる人間が移籍加入してくれたおかげで、いろんなのね、うん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 、新しいことができるようになったってのがあるんですが、なるほど、なるほど。山本選手も遠藤選手が加入してくれたおかげとか、はい、伊藤選手がその周りに来てくれたおかげで、はい、山本選手がもっと前に行ける機会が増えたってのが大きかったんじゃないのかなと思っております。うん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 、なるほどですね。へー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 、はい。だから分かりやすいのが、ミルワカ賞、遠藤康人選手が入っておりますけれども、うんはいはいうん、彼が加入した以降で、ジュビロの運動量が明らかに増えたんですよ。うん、はい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 。やっぱやっとさんって奪われない、うん。そうだね。うん。持った瞬間、周りが信頼して上がれるようになったってことですか？そうなんです。だから、単純に。いいパス来るしな。うん、やっぱ、ジュビロってやっぱ、もともとがやっぱ強いチームですから。うん、そうですよ。積極果敢に前に行くチームなので、うんうんうん、守備に回る時間よりもそっちの時間が増えたから、楽しかったんじゃないのかなって、ちょっと思います。らしさが出てきたってことですね、戻ってきた。うん、思いますね。はいはいはい。どうやらちなみに2021年に関しては、ぶっちぎりで優勝しますみたいなこと言ってるので、そのあたりも楽しみだなと感じます、ね。なるほどですね。はいはい。はい。うん、では続いてニュース見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドン出ております。こちら。はい、こんなことがありました。はい、はい、2019年のね、後半戦でやってきたフベロ監督でしたが、うんはい、そのスタイルで2020年を望んでいったものの、うん、序盤のね、まあ、前半戦プラスアルファですけれども、はい、23試合やって、うんまあ、7勝9分け7敗といわれる昇格目指すんであるとちょっと足りないかなっていう成績になり、はいはははは、しかも最後、ね、フベロ監督が率いた最後6試合に関しては、うん、3分け3敗とちょっと勝利から離れてしまったところでも監督交代劇という形になっちゃいました、はいはいはい、でその後鈴木監督に代わり、うんガンバからやっとさんがやってきて。そうですね。うん、ガラッと変わりましたね。しかもね、これ、マーさんすごいのがね、はい。はいはい。監督交代後19試合やってるんですけど、うん、4敗しかしてないんですよ。おー、そっか。9勝6分け4敗と。はいはいはい。このパターンでずっともしやってたら ね、はいうん、ちょっとすごくて。そうですね。昇格まで行けたかは分かんないですけど、うん、やっぱり上位3、4チームぐらいまで行けてたんじゃないかなと思うから、はいはいはい、すごい話だなと思っちゃいました。そうですね。
うんうん、そしてですね、やっぱり先ほども言いましたけども、伊藤選手ですね、今年すごかったので、はい、もういろんなポジションで出ましたよというのがありました。うん、であとはレーダーチャートを後で話しますけれども、なんかね、七海体制、フベロ体制、鈴木体制、そんなに変わってないっていうのがあるので、そこもちょっと、はい、あ、そうなんだ。楽しみ。そう、見ていただければなっていう。継続性をしっかり持ってるわけですね、評価部としては。ただね、一箇所だけ違うんですけど、うん、これがだからちょっと面白い部分だなと思うので、なるほど。ちょっと後で見てみてください。はい、わかりました。はい。はい、うん、で、2021年ラストピースは山本、鈴木、うん、森岡、鹿沼なんて書いておりますが、やっぱりね、2020年、伊藤選手がかなりフレキシブルに頑張ったっていう後ろの最後尾のラインでしたし、まあ、藤田選手の引退とかもありましたので、うんうん、ここからマリノスからやってくる山本選手やユースからね、もう2020も出てましたけど、鈴木選手、大卒加入の森岡選手や相模原がやってくる鹿沼選手、このあたりに、またね、いろんな期待が持たれるところかなと思っております。はい、わかりました。はい。じゃあ続いて月別の、はい、成績見ていきましょう。こちらでございます。どん出ております。ああ、なるほどね、はい、うん、表のところのピンクがめちゃくちゃ良かったよというところで、うん、黄色が良かったよね、水色がうーんという成績でもありますと、うん、はい、まあ分かりやすいのか、9月に1回へこんでるということですね。ここで監督交代がそれで発生するんですよね。あとはフベロ体制がいわゆる9月までの前半で、はい、鈴木体制が、まあ、10月以降と考えると、うんうんうん、なんかやっぱり成績はね、うん、後半の方が上に明らかにあるので、はい、もう分かりやすい話にはなってますよね。ただ、はい、これね、またね、あのチームによってはもう遜色ないっていうチームも確かにあるんですけど、はい、まあ、さん、皆さん、はい、表の右側のところ見てください。右側、はいはいはい、はい。ホーム&アウェイあると思うんですが。ホーム&アウェイですね。はい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 。ホームでは21試合で勝ち点39。はい。そうですね。アウェイではただ24と、うんうん、ちょっと明らかに差があるのと。アウェイで勝ててない。はいはい。ね、もうめちゃくちゃわかりやすい得点っすね、うん。ホーム38点取ってるの、はいはい、アウェイで20点なんで。ああ、なるほどね。明らかにアウェイでの得点力に、ちょっと難を抱えてしまったシーズンっていうのはありました。なるほど、なるほど。うん。うん、まあこれはもちろんやっぱね、過密日程だったからとか、うん、そういうのもで、その中でこうアウェーまで行くときにちょっと疲れちゃったとかあるかもしれないんですが、なるほど、なるほど、まあ、ちょっとここで勝ち点積み上げられてたらとか、やっぱりフベロ対戦の時にもうちょい勝ち点あったら昇格戦線だったことを考えると、ちょっとここが惜しかったのかな、うん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 、なるほどね。まああの、うん、本来アウェーの方がね、多少弱くなってしまうっていうのはあるんですけど、その、まあ、そうなんです、差し引いてもこれはちょっとってことですか。そうですね。点数半減っていうのはなかなか効かないレベルなので、うん、あ、まあ、そうだね、確かにね、うん、はいはいはい、っていうのがちょっと起こったかなとは思います。なるほど、なるほど、はい、そんなデータが出ておりますと。はい、ね、続いて今度は節別の選手の出場成績も見ていきましょう。はいはい、こちらでございますよ、ドン。うん、なるほど。はい、こちら、左側から選手の名前、はい、そして出場の割合、はい、うん、スタメンで出た回数と控えから出た回数、はい、そして右側には、ね、スタメンが水色、黄色が途中出場で長く出ましたよ、短く出たのがピンクで。1節からね、ちっちゃい字ですけど、1節から42節までね、誰がどこに、どんぐらい出たのかが一発で分かるようになってますから。そうなんでございます。はい。はい、はい、できればね、うん、見てみてください。データまんじる、たっぷり出てますこれ、ね。ありがとうございます。はい、でこう見てみると、やっぱ分かりやすいのが、伊藤洋輝選手が一番やっぱり出てますよね。はいはいはい。そうね。特に、フベロ体制下においては、伊藤さんがいなければぐらいな感じになってるので、後半はね、おそらく鈴木監督も休ませる試合も出てきたのかなと思いますけど。はい。まあ、相当だなと思います、ね。真っ青でございますもんね。はい、で、それ以外で言うと、まあ、上から見ていけば、だいたい大森幸太郎選手、はい、そして山田選手、はい、山本選手、上原選手、小川選手。75% 貢献度に近いということですね。そうです。そして試合数としても40試合超出てるって選手ですので。いやー、お疲れ様でございましたね。お疲れ様でございました。うん、本当大変なね、シーズンだったかなと本当思いますと、うん。はい。ただそう見てみると、やっぱ中盤がしっかりこうしてますよね。はい、はい。あと、それ、あと、さらには鈴木体制下になったら遠藤選手もほぼ出てるっていうのがあるので。うんうん、やっぱりもう中盤の角がしっかりしてるからこそ、あとは中盤からね、あのサイドに振ったり、センターバックに落ちてきたりだとかって選手がいるから、はいはい、まあ真ん中付近がしっかりしてるチームはやっぱり強いよねってことを改めて、思わせてくれたような部分はあったのかと思います。なるほどね。はいはい。まあだから、ただ最後の方ね、このジュビロ磐田をちょっと苦しめてしまったかなっていう部分で言えば、うん、まあさん、はい、皆さん見ていただきたいのが、上の方です。うん、上の方、はい。エースフォワード、ルキアン選手。うん、
32節以降実は出場がありません。本当ですね、はい。さらに言えば上から3番目の小川航基選手、うん、はい、31節から39節まで、あのコロナ、ああそっか、そうなんです、ああそっかそっか、コンポカンと入ってるのそこなんだね。そうなんですよ、だから中野選手が出てるようにも見えますけど、はい、あのエースがなんだとかそういうこと関係なく、うんうんうん、中野選手以外のもう枠がないっていう。なるほど、そう。彼が出ないと、フォワード誰やんのって話になってた。そういう状況だったのね。だからやっぱこういう選択肢が持てない状況とかになってくると、やっぱ俺怪我できないからとかそういうので、プレーが縮こまっちゃう場合とか、なるほどね。ありますから、そこら辺、まあね、後半戦良かったからあれだけど、はい、やっぱみんなやっぱ手駒揃ってたらもうちょいのもっと伸びた可能性もあるので、惜しかったなぁ、ね、なるほどね、この評価はそんなことが。感じる、はい、部分があるのかなと思いました。はい。はい。はい、まあ皆さんね、一時停止とか、あとはスクショ撮っていただいて、細かく見ていただければ、より嬉しいなと思います、ね。T シャツにしていただいてもかも。もし T シャツにしたとかあれば、はい、あの逆にそれ、写メ送っていただいて、こっちに、ね、写真撮って送っていただければと思うんで。ね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして、続いて、はい、レーダーチャートいきましょう。はい、はい、今日は何を語るんでしょうか。レーダーチャートでございます。はい。はい、まずは表から見ていきましょう。はい、見方から。見方ですね、はい、うん、白い部分がですね、うん、偏差値50のところ平均になっております。はい、3年。そして、紺が2018、赤が2019。まあ、2019はね、もちろん J1 とかやってるんでね、うん、多少そこら辺は差はあるかなって思うところはあるかもしれませんが。はい、あと、2020が黄色となっておりますと。そして、右上のところが、はい、オフェンスのトータルアクション、シュートとか、はい、シュートの枠内率とかになっていて、はい、右下が非攻撃回数とか、うん、非チャンス構築率とかのディフェンスのトータルアクションとなっております。ここだけはね、数が、あの、打たれてない度になってますね。非シュート、去年より一昨年打たれてないですよってことです。これはね、チャンスも作られてないですよっていうことになってます。はい。はい、うん、そして左下のところは、はい、まあ、ネガティブトランジションっていうところで、うん、まあ、インターセプトとかタックルとか、まあ、ディフェンスの個々の項目、うん、で左上のところがクロスとかパスとか、はい、オフェンスの個々の項目となっておりますと。はい、はい、で、こう見てみると。いいですよね。まあそうですね。全体的には上がったし、はい、それはやっぱり特に後半戦によるものが大きかったなっていうのもあるんですが。単純に面積がでかいですもんね。うん、うん、そうなんですよ、うん。で、まずちょっと、これだけ伝えておきたいなと思うのが、はい、特に上のブロックのところで平均割ってるのは1箇所しかないんですよ。うん。はいはい、ドリブル数ですね。ドリブル数ですね。これは、気にしなくていいんです。はい。平均割ってますが、はい、だってドリブルで自分で運ばなくても。そうですよね。シュートゴール打ててるってことだもんね。アタッキングそうだし、うん、あの、試合見てた方とかだったらもうデータとかもう関係なくわかると思うんですが、うんうん、だってヤットさんが遠くまで届けてくれるし。うん、なるほど、そういうことか。伊藤博樹さんもだから信じられないロングボール出してくれるから。はぁ、如実にここに出てるわけですね。そうなんですよ。はいはいはい。しかもこれ結構世界レベルでいい話で、うん、あの、もちろんそのドリブルで一人二人かわしていけるサイドアタッカーがいればそれはそれでいいんですけど、はい、相手が例えば中盤密集してるところを、うん、絶対人がいないところボール通して、ディフェンス裏にね、選手供給できちゃう。それができちゃってシュート打てりゃそれに越したことないですもん、確かにね。そうなんです。だから、はいはいはい、去年、一昨年に比べてゴール数なんか分かりやすいっすよね。いや、めちゃめちゃ増えてますね。偏差値40代だったのが60代までギュンと上がってきたりしたりし、はい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 、やっぱ枠内率とかに関してとか、アタッキングサード進入数とかも全然レベル変わってますから、これ良かったよねって言えますね。なくなっているということが分かりますね。はい。そうですね。うん、ただ、唯一ほんと一つ言うんであれば、はい、まあ、左下、時計で7時ぐらいの位置ですけど、クリア数ですね、はいはい、クリア数。唯一言えば、うん。クリアはなかなかできてない。だいぶ減っちゃってますね。そうですね。うんうん、なんで、ここ唯一言えばですけど、うん、攻撃は、やっぱ平均から見てもされなかったし、はい、シュートも打たれなかったし。そう、打たれてなかったわけでしょ、3年近くで。なのに、クリア数は減ってる。そうなので、うんうん、ディフェンスに至る前のところまで、なるほどね。の防御はできていたんですが、ね、そこまでで結構な数は、あの、回避できてたんだけど、はい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 、そこを突破されちゃうと、あ、なるほどね、大変だったってのがあったんですよね。このクリア数が凹んでる要因としては、クリアの必要がなかったというのももちろんあるけれども、クリアすべき時にできてなかったっていうのもあるわけだ。っていう2パターンがあるんですよ。なるほどね。どっちの要因も複合的にこの凹みには含まれてる。だから、はいはいはい。
マリノスからちゃんと山本範光選手を確保して、ね、跳ね返し要因ができて、ね、あとは大卒と優卒で鈴木森岡とやってくることで、あとは、クリアの中で言ったら伊藤博樹選手はすごいできてたんですよ。はい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 。でもしかしたら2021シーズンは、クリアできる鈴木選手、ロングボール、伊藤選手、ロングボールも放ってるその伊藤選手をバックラインに入れて、中盤に自分でね、キープできる遠藤選手と、相模原からやってきた運動量抜群の鹿沼選手を入れて、はい、ディフェンスをより厚みを持たせるって流れしてくるんじゃないのかな。なね、これ、いい補強ができてるんじゃないかなというところが伺えます。しっかりこのデータに基づいてと言いますか、やっぱり研究されてるわけですもんね。そういうことなんですね。なるほど。面白いですね。はい。今日も語りましたね、レーダーチャートは。ありがとうございます。ああ、なるほど。そんなところね、データはいろいろ語ってくれます。はぁ、という感じでした。期待を持てるということでございますね。はい、そうです。はい、ということで、2020年振り返りつつ、来期の話もね、今期か。話もしていただきましたということでございます。ありがとうございます。はい。はい。そしてここで最後にミロアカのお知らせでございます。ミロアカね、これやっております。全リーグ、全スタジアムが前になる日を目指してみんなで、ね、繋がって頑張っていきましょうというのがね、目標とさせていただいております。2021年はという話なんですけれども。はい、そうですね、はい。ミルアッカではこれまで2本動画出してきましたけど、はい、1日平均で。はい、まあ、これがもしかしたら3本になるんじゃないかなって感じだすなのと。そっちの話で申し訳ないですけど、まあね、そうまあね。なるんですね。まあ、だからそれだけね、はい、それこそね、ニュースのこと出して、データだけじゃなくて、いろんなこと出していこうかな。はい。それ以外にも、こう、ミルトトっていう、うん、まあ、皆さんとね、こう、皆さんにも楽しんでいただける企画とか。はい、ご協力ください。はい。ね。とか、あとは、選手の方に出ていただいたり、フロントの方に出ていただいたりだとか、はい、いろんなコラボも。そういうふうにしていきたいですよね、ワイワイ。うん。うん、はい、やっていきますので、これまでのコンテンツに加えて、プラスアルファのコンテンツたくさん出てきますから、こちらもね、見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、オンライントークライブ、奥座敷、こちらはね、深掘りコンテンツということで、メンバーシップでやっています。素敵なゲストもお呼びしたりとかね、いろんな先生がね、こうやってくれたりしますので、ぜひそちらの方もね、登録していただいてということでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてね、もう世が世なら、世が世なら、改善され次第ね、もうトークライブもリアルでやっていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いします。はい、ということで振り返ってまいりましたということで、また明日もやります。毎日いろいろやってますので、ぜひねチャンネル登録並びに高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。ということで、はい、ありがとうございました。井上原でした。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さんありがとうございました。また明日、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。あ、声が最後にね喋ったからね。お疲れした。